皆さんこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。はい、今日は授業中にノート作りを終わらせる方法とは、効率的なノートの取り方というタイトルでお話ししていきたいなというふうに思います。みたいなね、授業中にノート作り終わらせちゃうの、どういうことっていうふうに、ね、思っている方もねいらっしゃるかもしれないんですけれども、そもそも皆さんノート作りってしていますか？ノート作り、ノートをまとめるっていう作業ですね。皆さんがどうかわからないんですけれども、私が中学生高校生の時はもう試験前にみんなね可愛らしいね字でねこうノートを必死にまとめてね作ってね、今日ノートまとめしすごい大変だったとかねいう会話がねあちこちで聞こえてくるようなねこう感じだったなってこう記憶してるんですけれども、私はですね実は中学生の時に生徒会となんだ部活動が本当に忙しくて、もうノート作りなどしてる余裕がなかったんですよね実は。なのでみんなみたいにね可愛くねノートまとめしたかったんですけど、ちょっとその時間がもったいないなっていうふうに思って、まあ、寝る時間をね削ってやるっていう手もあったんですけど、私その時身長を伸ばすことにすごく一生懸命で毎晩8時に寝てたので、そんなことはできないなというふうに思った結果、私が編み出したのが授業中にノートまとめしちゃえばいいんじゃないかっていう方法だったんですね。でねこれね自分の中でねすごいいいなっていうふうに思って、意識してやり始めたところ、もともとねそんなに学年で中位くらい真ん中ぐらいのレベルだったんですけど、急にねその次のテストからね学年で10位くらいになったので、これはねかなり効果があるなっていうふうに思ったのと、最近ねさまざまなこう本だったり、いろんな人から話を聞いたりした時にこのね方法はねかなりいいっていうことがね実証されたというか裏付けがねできたので、ちょっと皆様にね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ぜひね最後まで聞いていただいてご参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、ではね具体的な方法についてお話ししていきたいと思います。まずノートがバーンってありますね。皆さん授業中どうやってノート取ってますか？先生の板書をただ写しているっていう方がね多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもね、私ね実はねここでちょっと一つポイントがあって、ノートこうやってこのまま書いていくのもいいんですけど、なんかねそうするとこう見返した時にね統一感がないなっていうふうに思うんですね。なのでこっちとこっちでも用途を分けちゃうのがおすすめです。まあ、これにこうしろってこうだんげんなんだろう、うん、おすすめなので、ちょっと嫌だっていう人は取り入れなくてもいいです。ただ私はちょっとこれねやり方がね好きなので、ちょっとこれをおすすめしたいと思います。私は左に板書の写し、右に先生が授業中に話していた内容を書くようにしていました。なので左はね皆さんがよくやっているような板書の写しですね、そのまま先生が書いた内容を写す、あとプラスでね教科書の内容を書いてもいいかなというふうに思います。ノートまとめするとき皆さん教科書の内容を書きますよね。これちょっと書き忘れてたな。そう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 、ノートまとめって言ってイメージする内容をこちらには書いていきます。で大事なのは右なんですよ。皆さん先生が授業中に話してた内容ってどのくらいノートに書いてますか？私はね一言一句書いていました中学の時に。なんでかっていうと、だって学校のテストってそもそもその担当の先生が作った問題が出されるじゃないですか。模試とかになると、予備校さんがね作っているので話は変わってくるんですけれども、学校のテストってこの先生が作ってるんだから、先生が言った内容さえきちんと覚えていれば満点取れるんですよって私は思っていたので、もう先生が言ったちょっとしたもうジョークとか、ここは大事だって言った内容とか、そういったこともね全部書いていました。もうそう、ここは大事だって
テストに出るぞって言った内容をね皆さん書くのはね、まあ書く人は多いんじゃないかなと思うんですけどね、ジョークも私書いてたんですよ。なんでかっていうと、後からノート見返した時にジョークとかそういうくすって笑える内容が書いてあったら、ここの内容とリンクして結びつけてその授業を思い出しやすくなりませんか？授業中に笑ってるだけじゃ実はあんまりこう、それでも思い出しやすいんですけれども、ここできちんと書いておくっていうことによって、あ、そういえばこっちの内容とリンクしていたなみたいなね、全然関係ないジョークはねちょっとどうかなと思うんですけれども、多分先生が言ってくれるジョークでちょっとここに関係する内容だったり、そういえば俺のね学生時代はねこうやって覚えたよとかね、そういう内容がね組み込まれてくると思うので、面白いジョークでも面白くないジョークでもねどっちみちね、こう後から見返したらね面白くなると思うので、しっかりね書いておくっていうのがおすすめです。後から見返す時にくすって笑ってこっちの内容を思い出しやすくするために書いておきましょう。変な授業ですね。ジョークを書いておきましょうなんてね、変ですけども。じゃあ次にね、ペンの使い方。皆さんペン何色ぐらい使ってノートまとめてますか？特にね女の子とかで多いのがね、本当にね可愛らしいね、いろんなペンをたくさん持って可愛く可愛くねまとめていらっしゃる方がね多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それはねそれでねすごくね私は好きなんですけど、でも実は勉強するためのノート作りで大事なのって、カラフルなのは NG なんですよね。じゃあ何色ぐらい使えばいいのってことなんですけれども、ここに書いてある通り黒プラス2色ぐらい、まあ2色から3色かな、これくらいの方が頭に内容がスッて入ってきやすいんですね。これ以上の色をこの見開きワンページの中に取り入れてしまうと、肝心の勉強内容が頭にね残らなくなってしまうんですよね。これは何でかっていうと、カラフルすぎると人間の脳って情報を処理できなくなってしまう性質があるんですよね。え、そんなことなくないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、皆さんよく街中とかで見かける広告のロゴ、だってお店のロゴを思い返してみてください。多分5色以上使われているロゴってないかなっていうふうに思うんですよね。多くて3色、一番多いのが2色ぐらいかなっていうふうに思います。見返してみると面白いですよね。チラシとかでも印象に残っているものとかって結構ね色数がね少なかったりするところが多いんですよね。まあね、これはね話すとちょっと長くなってしまうんですけれども、こう文字だったりこれを訴えたいっていうね内容を伝えたいチラシとかロゴの時って多分色数がめちゃめちゃこう少なくなっているはずなんですよね。イメージだったりふんわりした印象、強い印象を与えたいみたいなチラシとかロゴだったら話はまた変わってくるんですけれども、内容を伝えたいチラシやロゴの時って絶対に2色から3色、あるいは単色かなが使用されていることが多いんですね。これをノート作りの時にも意識することが大事になってきます。じゃあどんな風に色を使っていったらいいのって話なんですけれども、例えばここに書いてある通りに、ここでね左ページのこの教科書の内容と板書の写しのところは赤シートで隠せるようにオレンジペンを使って書いていく。でこの時にそうですね、なんとか時代っていうのを覚えたりするじゃないですか。で教科書の内容を見て、例えばさ、なんか何年に板書の写しとか教科書の内容を書き写していくだけでは頭に入りにくいんですよね。あと見返した時に分からなくなっちゃうので、なんでもう授業中に黒とオレンジペンを二刀流でこう持って先生、授業を聞きながら教科書の内容を写しながらパパパパってね、ここきっと多分こういう単語が出るんだろうなって自分で考えたところをカッコにしちゃうんですね。なんとか時代みたいな、
で、ここの中にオレンジペンとかで戦国時代とかほにゃほにゃは何年に殺されたみたいなのをどん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 こう作っておくんですね。それが左ページ。まずここで黒プラス一色ですね。で、この次右ページですね。で、右ページは例えばなんですけど、ここは大事っていうポイントのところはピンク。ジョークはまあ黒だけでもいいけど、もうちょっと何か追加したかったら青とかみたいな感じで使い分けていくとすごく見やすいと思うんですよね。あ、ピンクだから大事だとか、左ページだったらもう赤シートでこうやって授業中にねノートまとめを終わらせてしまうので、もう見返す時にも赤シートでこうやって隠せるようになってるんだからすごくいいですよね。はい、ということで授業中にノートまとめをする方法についてねお話ししてきたんですけれども、これ何がね大事かな、大事というかいいかっていうと、忙しいじゃないですか、この授業中にこれらのことやるのって。だって板書を写しながら教科書の内容も書きながら先生が授業中に話した内容を一言一句書いていきつつ、オレンジペンでこうやってやりつつ、ピンク使いつつ青使いつつ、すごく忙しいですよね。忙しくていいんですよ。だって授業中皆さん眠くなっちゃいませんか？そうですよね。私はすごく授業中眠くなってしまったので、とにかく手を動かしてめちゃめちゃ集中するようにするんですね。そうすると、まあ、書き残しがね出てきたら、まあ、評価書の内容はね後で書けばいいやとかできるんですけど、とにかくこっちの内容を一生懸命やろうとか、あともうあちこち動かすことによってずっと授業中に集中することができるんですね。そうするとノートを作ってる時にもう頭が活性化するんですね。受動的に授業を受けるんじゃなくて主体的に受けることができるんですよね。ノートをまとめていくって自分の中でその内容を主体的に理解することができるすごく大事な過程なんですね。それを授業中に行うことによって、自分の中ですぐにインプットしてアウトプットするっていうのが授業中に全部完結することができるんですね。それはね、これはね本当にね大事で、さらに学校から帰ってきた後にそのノートを軽く見返しておくと、中間テスト前、期末テスト前にほとんどね勉強をたっぷり時間を割かなくても高得点を、ね、狙うことができます。暗記科目とかって本当に、授業を適当に聞いて2週間ぐらい経った後突然こう見返すと本当に、ね、内容が分からなくなっていることがほとんどなんですよね。人間の脳ってもう半日経ったら内容を忘れてしまうような単純な生き物ですので、しっかりねインプットを授業でしたらアウトプットのね機会をね増やしていかないといけないんですね。すぐに、授業インプットをした後すぐにアウトプットをしないと忘れていってしまう生き物ですので、まずは授業中にアウトプットをしっかりして見返しやすいノート作りをする。で、学校から帰ってきた後に軽く見返す。で、その後に、中間テスト前にもう一回ノートを見返すと、おそらく、授業中に何も意識していなかったり学校帰りに何も復習しなかったりしていた時期よりも暗記がしやすくなって、前よりも短時間で勉強を終わらせることができ、さらに成績がアップするんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日は授業中にノート作りを終わらせる方法、そして効率的なノートの取り方、そしてペンの使い方だったりノートの取り方について具体的にお話ししていきました。はい、ということでね本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね参考にしていただけたら嬉しいです。